こんにちは、イです。今日、サブチャンネル一発目のテーマ。財布はハイブランド派、それとも革にこだわったブランドで育てていく派。えっ、ー、と、僕は財布まず持ってないんですけど、まあカードケース持ってて、カードケースはこの質問で言うとハイブランド派ですね。僕はあんまり革にこだわったブランド、革にこだわったブランドってちょっとどういうのかなんともわからないですけど、あんまりそういうブランドというよりかは、やっぱまあ、ラグジャリーとかそういうのが僕は好きなのでね。まあ今もプラダのやつ使ってるし、 前も、その前って俺何使ってたんだろうなんかどっかのブランドのカードケースかそれもコインケースかなを使ってたりとか。まあ割とまあ、この質問で言うとハイブランドになることが、えっ、ー、と、これまでだと多いですね。はい、次。夏に T シャツを着る際に下にインナーなどは着用しますかはい、します。やっぱり T シャツ、まあ今のね、時期、今4月末、まあ5月ぐらいとかだと、まあもちろん暑いは暑いですけど、まあ、T シャツだとさ、 ちょっとこう涼しいなって感じる瞬間があるぐらいで、まあ一番いい時期かなと思うんですけど、まあもう1、2ヶ月進むとさ、もうなんか何をしても汗みたいな感じになるじゃないですか。で、T シャツとペタペタくっついてさ、まあ服にも良くないし、汗って何もプラスじゃないと思うので、服にとってね。だからそれを抑える意味でも絶対インナーは入れる。それこそユニクロのエアリズムも着るし、なんか通販とかで買った適当ななんかこうインナー、すげえ深い、 あの、アロハとか解禁のシャツを着ても、あんまり見えないようなのを入れたりとかしてます。絶対着てますね。はい。次、四つタグ切りますかお切らないです。はい。あの、僕今、マルジェラのアイテムって正直全然持ってないんですけど、あの、まあ、マルジェラの、なんていうかな、その、いわゆるかっこよく言うとクリエーションみたいなところで、まあ、四つタグってあれ意味あると思って、 ってるんですよね。まあもちろんそれは人それぞれですけど、まああれをなくす、切ってなくすことが本物のマルジェラの伝えたいことだろうみたいなね、そのタグがなくなっても服の価値ってどうなのみたいな変わんないのっていうところだとは思うんだけど、確かにそれとしては、こうなんか、 意図はわかるというか、あの、狙いとしてはすごくわかるんだけど、まあ、せっかく、そのデザイナーたちがデザインしたもの、うん、なんかその世に出たものを手を加えるっていうのは、まあ、僕はあんまり好きじゃなくて、それがサイズのお直しとか、パンツの裾上げとか、そういうのは別だと思うんだけど、そのいわゆるデザインにえ何かを施すっていうのは、あんまり僕は好きじゃないので、四つタグとかもそのままにします。まあ 切るべきものとかだったらね、切ってもいいと思うけど、なんかここについてる紐って切っていいのかなとかだったらもうそれが紐がついて売られてるんだったら僕は切らないかなっていう感じかななんかオフホワイトのあのシューズのタグとか外して履いてる人とかいるけど、まあタグ込みでそれってアイテムなんじゃないのって思ったりしちゃったりもするし、まあ外して履くのもね、まあそれがオリ,オリジナルというか個性だとしたら面白いのかもしれないけど、まあ僕の中ではそういうことはしないです。はい、次。 ケイさんの服は黒中心ですが、差し色などは入れますかまたどこに入れますかうーん、まあ、確かに僕ってスラックスも、えっ、ー、と、僕意外とネイビーのアイテムとかを持ってないので、ほぼ黒。で、黒に、例えば赤の側椒とか、黒のサテンの側椒入ってたりとか、まあ、ステ、あの、スラックスってほんと僕、そんなデザイン性、あの、すごい入ってるのってあんまり持ってないんで、確かに黒多いし、まあトップスも夏なんかほとんどね、黒 T とかになってくるんで、確かにそうなんですけど、 僕割とブルゾンとか結構色物結構多いので、まあ動画で紹介してるのもプラダもグレー入ってるし、バレンティノも黄色とか緑入ってたり、まあその他も、まあどのブルゾンもそうですけど、まああんまり黒だけってないんです。あ、ディオールのが1個あるか、ジップのやつが1、まあ、個ある。まああれもジップちょっとツイッチされてちょっとデザイン性があるので、まあ光沢もあったりね。まあ黒の中でもちょっと黒のその光沢が違うし、なんか、 絶対色を入れなきゃとかっていうのは僕はあんまりそんな思わないタイプ。例えば、黒の中でも素材のその感じで光沢でね、マットなものと光沢なもので見せたりとか、そういうことも、それも十分、色の範囲というか、ほら、白も何百色あるなんてよく言われてたりするけど、黒も黒で見え方全然違うと、色の種類っていっぱいあるような気がしてて、まあそういうところでもあるか、なんか差し色を入れることが、例えば靴下に赤を入れるとか、白を入れるとか、なんから絶対やるべきかっていうと僕はそんなこともないような、 気がしてるので、まあ、ブルゾンで十分色を入れてる。まあ、水色着てる人がもう上から見たら水色だからね。あの、着てるけど、そんなに色を入れるっていう差し色みたいなのは、そんなに僕考えてないですね。はい、次。ケイさんってアンチいるんですかはい。います。はい、いる、いる、いますというか、いるそうです。はい。あの、まあ、もちろん批判的なコメントもたくさん来てるし、まあ僕、 大体どうかな一日何件コメント来るんだろうまあ、動画出すと、動画出す日は、前の動画も、そんな、ね、今まで出してる動画とかのコメントも含めると、多分50件から100件ぐらい、100件ぐらい来るかなコメントって多分来てるんですよ、動画出す日がね。まあ、出さないともう,もう少し減るんですけど、あの、やっぱその中でも半分ぐらいは、お前何言ってるのとか、なんか、ダサいと言ってるお前がダサいとか、なんかそういうこういうコメントめっちゃ来るんですよ。よで、 そういう中の人たちの一部がなんかツイッターとか、まあ、その他のところで、まあ、あの、K のファッションベア、なんかどうのこうのとかなんかそういうのを書いてる人たちもやっぱいるみたいですよ。ただ、僕はまずそういうの見ないし、あの、そういうコメント来たら即攻非表示にしてるので、理不尽なやつとかはね、あの、わけのわかんないやつとかは、あの、すぐ非表示にしてるので、 まあなんか気にならないというか、まあどうでもいいかなっていう感じ。まあある程度アンチがいてくれるのは、まあ逆に言うと僕のなんていうかな、その動画に反応があるとも言えるので、あん、まあ、言いすぎるっていうのはねあ、なんか青汁王子みたいにさ、低評価とんでもないことになってるとかは、あのー、あんまり良くないのかもしれない <laughs> けど、まあこうやって見てくださってる、まあ質問をしてくれたりとかね、サブチャンも見てくれたりとかする人たちもいながら、まあアンチもちょっといるっていうのは、 まあ別に悪くはないのかなっていう感じ。ちょっと最近ね、〇〇ダサいとかやってないから、あんまりそういう人って正直少なくなってるのかなっていう風には思うけど、〇〇ダサい系の時とかは、まあ動画のね、頭のそのタイトルとかサムネでは大体ダサいって言い切ってるけど、まあ実際内容ってダサいっていうこと言ってるんじゃなくて、それをなんかこう、何も考えずにそれ切ればオシャレみたいな考え方はやめましょうよっていう。まあそのクロースキニーとかだとね。だからクロースキニーあけば万能だ、どうのこうのと思ってるかもしんないけど、実は案外そうでもないし、結構何でも、 なく、認識せず、クロスキニーに履くと、あんまうまくいかないよって。結構正直、スタイルも必要だし、ある程度の細さもあったりとか、じゃないと、うまく見えないよって、いうことを言ってる。だったら、スラックスだったり、いろんな種類があるんだから、パンツの幅見た方がいいんじゃないですか、っていうことを言ってるんだけど、もうその動画の最初の5秒ぐらいねあ、こいつはダサいって言ってるっていう判断してる人が、まあ、いっぱいいるのでね。まあ、アンチも出てくるのも、まあ、しょうがないかな、っていう感じです。はい。 次。スナップでブランドがユーズドと表記されているのって、ブランド名を公開したくないからですかおどうかなあれって、あの、本人が書くんですよ、スナップって基本的にね。あの、紙みたいなのとか、まあ、今デジタルなのかわかんないですけど、あの、年齢とか職業とか、例えばニックネームみたいなのとかも、あの、勝手にサイトの人がブランドとか調べて書いてるんじゃなくて、本人が書いてるんで、まあ、本当にまあ、例えばブランド古着で買ったのをユーズドって書いてる可能性もあるし、 で、逆にブランド古着で買っても、ブランド名でしっかり書く人もいたり、まあ、その辺はなんだろうね。まあ、書したいみたいな人もいるんじゃない僕も昔スナップとか撮られてた時って、あの、書かれちゃったこともあるけどね。何も書かなかったら勝手にブランド名調べられて、あの、書かれちゃったこととかもありますけど、基本的にはブランド名とかも一切書かずに、書いて、た。うん、まあ、ブランド名をやっぱ入れた方がさ、あの、ファッションスナップドともそうだけど、それはまあ、広がってくるじゃん。 例えば、プラダっていうブランドがあればさ、ツイッターのそのツイートの中にさ、例えばシューズプラダって書いてあったら、まあ、プラダの検索でも引っかかるわけだから、まあ、やっぱ影響力というか拡散力はあるわけだよね。だから入れたい気持ちはあるんだろうけど、まあ多分あれは本人が書いたものをそのままやってるので、もう本人が隠したいとか、本当にユーズで買ったとか、そういうことでしょうね。はい、次。カードケースを選ぶ上でおすすめがあれば教えてください。あ、ポイントとおすすめがあれば教えてください。うーん。 まあ正直個人の好みなんてすごい難しいですけど僕はその普段自分のスタイルにまあ割とそうね柄が入ってる水色のブルゾンとか花のブルゾンとかなんか色々あるっちゃあるんですけどまあすごい遊びを入れるのって結構難しいんですで僕は結構冬の あの、めちゃくちゃ長いロングコートとかを着て、そこになんかキャラクター物みたいな、なんかそういうさ、例えばセントシーローみたいなのをかけたりとか、昔だとなんかニコちゃんのコインケースかけてたりとか、そういうのって結構僕遊びで入れるの好きなんですけど、夏とかって結構やっぱ難しいし、僕ずっとカードケースをね、手に持ってるので、なんか手にちらっと見えた時も、そういう柄のものがあったら、あの、服装ではね、単純にはできないけど、そういうところでも遊びって見せれるかなと思って、結構ふざけたのを、 買ってる。だから JW ランダーソンの1号のやつとかちょっといいなと思ったりとか、あの、今使ってるのもプラダのリップスティック柄に、アニアハインドマーチっていう、ちょっと今そのステッカー自体はないんだけど、えっ、ー、と、販売してないんだけど、そのスマイリーフェイスニコちゃんの牛革かなで作った、確かね9000円とか1万円ぐらいするレザーのステッカーが売ってるんですよ、アニアハインドマーチに。で、そのアニアハインドマーチのステッカーをプラダのやつに貼って、 え、持ってるので、まあ、手で持つと、なんかニコちゃんが見えてたり、まあ、プラダのその、リップスティックの柄が見えてたりっていうのが、好きかな。まあ、プラダの僕は柄の使い方とかグラフィックの使い方が好きなので、まあ、そろそろ本当買い替えたいってずっと言ってるんですけど、あの、まあ、プラダにしようかなとか、まあ、たまにそういう j w アンダーソンとか、あの、あんまり普段着ないようなブランドの、なんかふざけたの入れようかなとか、なんかそんなのは思ったりしてます。はい。次。もうサッカーはしないのですかうーん、難しい。 難しいな正直なところで言うと、うーんまあ、まず誰とやるの問題も正直あるし、うーん。<laughs> まあだから本当に仲いいサッカーやった友達とかが誘ってくれない限りは、自らサッカーやろって思って何かをすることっていうのはちょっともうないかもなしたいなって思わないわけではないんだけど、 うーん、うーん、しないかも。はい。次。筋トレで体が大きくなってきて何を着てもごつくなります。ごつく見えない方法。うーん、ま、もう体が大きくなってきてると、ごつく見えないってもうそれなんか難しいよね。だって、ごつくしたくて鍛えてんじゃないの。それまた違うの。それは部活とかやっててなのかな。まあ、その、例えば行き過ぎてさ、かなりごつい人ってもう無理だと思うの。でも、なんかある程度シャープなごつさであれば、 ま、少し、いつもより自分のサイズ気持ち上げたりとか、例えばテーパードとかちょっと絞りが効いてるものを選んでみたりとか、あとはどうかな難しいけど、やっぱま、タイトなものは着ない方がいいと思う。比較的。って思う。だから、バランスで言うと、そのまあ逆三角形みたいな、この V 字みたいなシルエット意識すると、なんとなくいいのかな。例えばジャケットは割とぴったり着るけど、ま、結構細めのパンツとかテーパード効いたパンツをベッと履いて、 まあ割とあんまりボリュームのないスニーカーとかね、シューズ持ってくると、まあ V になるじゃないですか、形が。肩の一番サイドの点から、まあショルダーポイントみたいなところから、足首、足首というか足までね、こう V になるから、そういうの意識すると、シャープには見えるかな。ただ、まあこれは正直もう、かなりもうごつい人であれば、無理だと思う。まあ着痩せするタイプとタイプじゃないって、もうあれって骨格の話だと思うので、僕の友人でもすげえ鍛えてて、脱ぐと確かにもう胸板とかすごいんですけど、もうま、まあ、そもそもが細いみたいな。 やつがいるのよ。そういうやつは着痩せできるんだけど、もう僕みたいな。多分体格僕。結構肩幅とかもあるんだけど、僕がめちゃくちゃ鍛えてゴツくなったらそれでも多分シャープに見せるってことは結構難しくなってくると思うので、割と体格にも寄ってくることはあるかな？次サッカーのユニオンを向かうならオーセンティック派ですか？レプリカですか？オーセンティックって何ですか？ちょっとこう調べればよかったな。本当にあの僕質問ってバーっと選んで、あの1発で見てて答えてるんで。 オーセンティックって本物ってこと要するにレプリカと違うのがそれともなんかもっとカジュアルなタイプってことかなんかあの本物に近い方がいいな僕は。それがレプリカっていうのかなあの、あの厳密に再現されてる方がいいな。なんかちょっとカジュアルバージョンじゃなくて、あの本物の方がやっぱかっこいいじゃん。高いけどかっこいいなと思う。でも、でもね、でも正直サッカーのユニフォームは ええと、買ってどうすんの感はちょっと否めない。あの、本当ごめんだけど、もし集めてる人とかいたらね。サッカー好きなんだけど、めちゃくちゃね、この前もチャンピオンズリーグ見たりとかめちゃくちゃしてるんだけど、買うま、現地に見に行くとやっぱ買ったりするのかなあの、着ていかなきゃいけないかなと思うけど、テレビとかで見てる時に着るってどうやって着るんだっていう感じはありますけど、なんかあの、本物みたいなやつが好きですね。はい。次、腕の毛も反る。腕の毛。あ,あ、どう 僕ね、もともとね、なんかこう、気持ち薄、まあでもね、すげえ薄いわけじゃなかったんだけど、あのー、除毛クリームを年に何回 ?2 回 ?3 回ぐらい、まあ、ちょうどそろそろやろうかなっていう時期なんですよ、僕からするとね。あの、T シャツとかも着るようになって、徐々にもうほら、見えてくるじゃないですか。だから、あそろそろなーって、もう一回、がっつり除毛しようかなっていう感じなんですけど、なんかね、それをね、2、3年ぐらいやって、 ただ、なんかね、気持ち生えなくなってきた。うん、まあ、もともとそんなにすごい濃い方じゃないっていうのもあるかもしれないけど、うん、なんかあんまりないかな感はある。あるかあ、まああるはあるけどね。見るとあるんだけど、うん、なんか呪毛クリームすると、もうなんか薄くなってくるのかなっていう感じはします。はい。次。期待服をあまり持っていない初心者は気に入った高学の、も 1> の一つか、そこそこ気に入った服を複数買うべき、学生で最近服にはまり、お金のやりくりに困ってます。おー、なるほどね。まあ、これね、もう答え超シンプルだと思うんですけど、期待服を持ってないと。うん。まあ、これ重要だと思うんですよね。期待服がないっていうことは、もう何も楽しくないと思うんで、まずは期待服を揃えた方がいいと思うの。だから、 まあ別に高いのを買っていくっていうのはもちろん僕はいいことだとは思うんだけど、まずはね、まずいろんな服着ないと、まあ今着たい服って多分、あの、あんまり持ってないってことは、実際に着たい服、そのイメージしてる着たい服を着た時に、 自分がどうなるかっていうのも実際にはわからないわけもしかしたら店の鏡では見てるかもしれないけど、家に帰って自分の持ってる洋服と合わせたりとか、家で冷静になってみるとまた違う発見があるんだよね。それを着て街中で出かけると。そういう経験があまりにもないっていうことになるわけ。だから、この方の場合ってイメージの世界なんだよね、まだ。だったらそこそこ気に入ったものでいいし、別に高い必要ってないと思うから、本当にいろんな洋服を着ていって、 あの、自分の中で、あ、こういうのは合うなとか、これはちょっと違うなとか、あ、この色切るとこうだなとか、あ、このだけにするとまたこうだなとかっていうふうに、まずはね、それなりの装備は揃えていった方がいいかなというふうに思う。だから、僕の好きなドラクエで例えると、ま、だから、いきなりなんかその、もう、ロトの剣欲しいみたいな、ロトの鎧欲しいって言っても、いきなり冒険のさ、1の1のなんかダンジョンでさ、 いきなりそれを手にしてもうまく扱えないじゃないあの、勇者の剣ってほら引っこ抜けないでしょ、最初。うまく使えないと思うから、だったらとりあえずそのなんか武器屋さんで売ってる、とにかく今出てくるモンスターは倒せそうな装備をまず全身身にまとって、いろいろ倒してあっちこっち行ったりしていろいろミスしながら、えー、最終的にそういういいものにたどり着くと、すんなりなんか勇者の剣抜けて、えー、しかもめっちゃ扱えるぜ、みたいに、 なるんじゃないのって僕は思ってる。な、経験でそういうところから重要で、初心者ってその選択肢があるからね、すごく今いい状態だと思うんで、ゼロって。だからイメージはあるけど、まあ、そのイメージに近くて、まあ、自分がこう、ある程度買える範囲のものを買っていく方が、長い目で見るといいかなっていうか、単純に今いい服を着たいっていうのであれば、今高い服を一応買っても、とりあえずそれを着ることはできるけど、 多分それの扱い方とか良さって分からないし、じゃあそれに合わせる服ってじゃあいつ買えんのってなってくると思うので、だったらある程度は揃えちゃった方がいいかなと、僕は思うね。まあこれ自由ですけどもちろんね。うんって思う。はい。次。えー、次の質問ね、本当はちょっと長くて答えるからやめようかなと思ったんですけど、まあちょっと就職に関して最近マジ増えてきたんですよ。あの、就職の相談、ラグジュアリーに行きたいって。 すごい嬉しいことなんですけどね。もっとラグジュアリー業界として痛みとしては、若い人が、死亡者がやっぱりどうしてもね、年々少ないので、まあラグジュアリーの良さとかを感じて、働きたいと思ってくれる人が増えたらすごい嬉しいんですけど、なので答えていきます。はい。ラグジュアリーに転職を検討しています。私は現在営業職で、販売や接客の経験がありません。えー、あってもスーパーのアルバイトです。ラグジュアリーは販売経験がある方を求められている求人が多いように見受けられますが、一度別のアパレルなどで接客業の経験が必要でしょうか。 販売なしがストレートで転職は難しいでしょうか長くなって申し訳ございません。おー、なるほどね。まあ営業してると。うーん、まあアパレルの経験がないっていうのは正直ね、大きなマイナスです。そりゃ。だって転職って、これがね、あの、新卒で入りたいっていう人であれば、話は別で、正直、その入ってから学ぶもの。 なので、あの、入って、じゃあ、アパレルの経験ある方、じゃあ、経験者はもう、研修いらないです、どうぞとかっていうわけじゃなくて、全員ゼロからスタートとして扱われるから、全員ゼロから学ぶことになるのよ。だからいいんだけど、転職の場合ってそういう研修が、マジでないのね。僕もね、多分、その、まあ、ラグジュアリーからラグジュアリーに移った時も、 多分2二日ぐらいしかそういう研修ってないのよ。あともう店頭で今までやってるからやれるでしょって。う,うまいことをやりながらそういう機械の操作とか細かいそのオペレーションは覚えていこうと。なんかあったら相談してくれっていう感じですぐ店頭に出され,られるのね。転職した人ってそういう中途採用ってそういうことなのよ。即戦力として取られるから。だからまあそこの時点でまずアパレルの基礎がないっていうのはすごいマイナスっちゃマイナスです正直。なので難しいでしょうかって言ったら難しいと思います正直ね。ただ、ただ実際に まあ僕のその2社目の方、まあだからこれ会社におるかな、2社目のブランドでは、もともとアパレルの経験なくて、ドンキホーテの販売員やってました。販売員というか店員やってましたとか、 銀行員でしたっていう人も、実際に販売員として活躍をしてたり、あとは、裏のサポートみたいな方に回ってる人もいたので、例えば営業で培ったなんかノウハウがあって、まあバックヤードで、まあ裏で例えばちょっとこう、まあ経理とか人事とか、そういうのも、まあ例えばこれがこの方が今現在営業職で少しマネジメント経験があるとかだったら、そういう方向で取ってもらえたりとか、まああの、ラグジュアリーって表にはね販売員しかいないけど、裏のオフィスの人たちって、めっちゃいろんな人たちいる、 のでね、例えばプレスもいるし、まあ、例えばそういうホーム系とか経理系とか人事だったりとか、本当にいろんな人たちがいる。例えば在庫を管理するような人たちね、MD とかそういうのもいたりとか、するから、まずね、受けてみたらって思う。うん、うん、まず、うん、まずね。<laughs> あの、受けてみて、ダメだったらダメでいいと思うし、まあ、定職活動なんか別に人生で何回しかできませんっていう、なんかライフポイントがあるわけじゃないから、別にやったもん勝ちだと思うし、しかも今ラグジャリーでちょっと人少ないんですよ。 あのー、僕のね、この辞めた僕のものとにすら、どっかのブランドの、あの、そのま、エージェントみたいなのから、えー、どこどこのブランドのサブマネージャーが空いてます。どうですか一度面接来てもらえませんかみたいなのが来たりするぐらい、マジで人いないのね、多分今って。 だから、受けてみるのあれなんじゃないかな、っていうふうに思う。ただ、その営業っていうのは、自ら飛び込みに行くじゃないですか。まあ僕営業やったことないんで偉くは語れないですけど、営業って、あの、やっぱり飛び込みに行って、自ら、まあ、自らこう売りに行くでしょ、人に対してね。けど販売って、やっぱ、来た人たちがいて、その、来た人たちの期待値っていうのがすごい高いんだよね。営業と多分そこが違うのよ。 営業って期待値が低いものをなんかこう高く見せるというか、よく見せるのが営業じゃないですか。まあ、僕の勝手なあれですけどね。あの、でも販売、販売って、やっぱり来た人たちの期待値が高くて、さらにそれ以上に答えなきゃいけないっていう。まあ、そこが全く職種が違うので、なんか営業してたり、その、人と関わってきてるところはあると思うんで、そこでの強みっていうのをある程度活かしながら、例えば、まあ、こういうお客さんとかにこういうような販売をしたことがあるとか、例えば、あの、 大きい金額を扱ったことがあるとかね。まあそういう金額に対して慣れがあったり、不動産とかでそういう経験があるどうのこうのとかだと、まあ大きい金額、結構高い金額を扱ってる人って割と、 まあ、重宝されるというか、まあ、お金の流れに詳しかったり、まあ、ビジネスに詳しかったりとかする人って、まあ、銀行員の人もそれ取られてて、銀行人の人は、販売員プラス、裏の管理とか、まあ、そういうこともやったりする人、そういう、まあ、ちょっと、なんていうの、裏半分、表半分みたいなスタッフだったんですけど、僕のその2社目のラグジュアリーでいた人はね、まあ、そういうポジションもブランドによってはありなので、ラグジュアリーとは言っても、ブランドの仕組みって全然違うんでね、まずいろいろ受けてみるのがいいんじゃないかなっていうふうに、僕は、 思いますよ。うん。難しいのは難しい。それも間違いない。これ簡単ですとか、いけますとかって、そんな軽率なことは言えないですけど、それ当然ブランド側は販売員としたら即戦力が欲しいしね。それはそうだけど、まあ、まずね、あの、証明写真撮りに行って、今デジタルでも撮れるでしょ撮って、履歴書作って、まずは送るっていうのが、やってみた方がいいんじゃないかなっていう感じ。転職活動、この方何回目かわかんないけど、結構ね、あの、 疲れるというかさ、仕事をしながら、プラスアルバの時間で転職活動もするって、まあ、すごい大変だとは思うんですけど、あの、やってみるといいんじゃないかな、っていうふうに思います。はい。また、なんか、あの、僕で答えられる範囲であれば答えますので、なんかその時は、あの、どういう格好で言ったらいいでしょうかとか、どんな質問が来ますでしょうかとかあれば、あの、僕が今まで受けた2社の、えー、内容とかであれば答えられるので、質問ください。はい。次。色を拾うのがオシャレってどういう考えなのでしょうか色を拾うのがオシャレ。あー。 どうかな僕は色を拾うことがイコールオシャレだとは思ってないんです。まずね。はい、まずこれシンプルに僕の考えを言ってきますけど、ただ色を拾うのがオシャレと言ってる人もいるし、そう感じてる人もいる。まあそれは別に僕オッケーだと思う。これの辺の感じ方はファッションの自由性というか魅力だと思うから、それは全然いいんだけど、おそらくですけど、色を拾うぐらいまでその緻密に計算されたスタイリングしてるよっていうことがイコールオシャレなんじゃないかなっていう風うに僕今、ほんとパッと思い浮かんだんですけど、例えば、 あージャケットの裏地がちょっとオレンジ。うん、ちょっと気持ちオレンジで入れたときに、じゃあなんとなくだけど、あの、シューズのステッチオレンジなの選んで、実はここ繋がってるんすよ、みたいなのって、まあ、確かに普通の人ね、普通の一般の人たちでは、 やらないじゃん、そういう色合わせって。だからそこを色合わせてるんだっていうのは、おしゃれだなっていうのよし。例えばラグジュアリーとかだとよくあるのが、ベルトの色と革靴の色を合わせるっていうのが、結構なんかルール的なところで結構あるのね。だからベルトをちょっとベージュ選んだら、シューズもベージュにするとか、ネイビーだったらネイビーみたいな。まあ、そこの色合わせも、まあ、きちんとしてて計算されている。まあ、これとはそういうところ敏感なんだろうなってなるから、それをイコールおしゃれだと呼べば、色を拾うっていうのは、イコール緻密な計算。きちんと計算されている、考えられている。 まあ、イコールオシャレっていうのに繋がってくるかなっていう感じはする。うん。それをそう考えてるんじゃないのかなっていうのが僕の答えです。はい。わかりましたかちょっとわかりにくかったかも。はい。気持ち、まあ短いかもしれませんが、はい。今日もたくさん答えました。皆様いつも質問ありがとうございます。では、今日はこんなところで以上にします。バイバイ。